我々は失敗した。彼らは正しかった。我々は、開いてしまったのだ。翌戦争。この文書へのアクセスは、禁じられています。あらゆる閲覧の試みには、即刻。翌戦争。この文書は、SCP-4994-1-2036 年に発生した、クラス世界終焉シナリオ、通称翌戦争の記録です。2035年10月2日、財団により、SCP-4994-1 の存在する平行宇宙空間内全域のヒューム値が急激に増加したことが確認された。財団が ARCRA に確認を取ったものの、これに対する返答は、スクラントン現実病による計測器の誤作動、であった。この時点で ARCRA が事態を正確に把握していたかは不明。2035年10月27日、ARCRA により、SCP-4994-1 への定期訪問が一方的に中止された。これに対し財団は中止の理由について、確認を取ったものの ARCRA による返答はなかった。これを受け、O5 評議会は11-1危険1により、SCP-4994-2 に対する秘密裏の情報収集を実行する決定を下した。実行部隊として機動部隊アルファ2が選ばれた。2035年12月1日、アルファ2は SCP-4994-2 への潜入に成功した。現地で行われた計測で、ヒューム値は基準値よりもはるかに高い数値を記録した。その後アルファ2は ARCRA の潜入調査へと移行した。2036年1月7日、アルファ2の調査により、SCP-4994-1 に何らかの異常が発生していることが確認された。また、ARCRA はこのことについて認識はしているものの、少なくとも原因は判明していないようであった。2036年5月11日、アルファ2が使用していたヒューム値計測器が異常な挙動を示したことが確認されたため、アルファ2によって実測が行われ、計算によるヒューム値の導出を行った。結果、ヒューム値は虚数値を示した。2036年5月12日、翌戦争当日、5時32分、前日の結果を受け、ヒューム値の測定がもう一度行われた。結果は変わらず、ヒューム値は虚数値を示した。この結果を受け、O5 評議会は SCP-4994-2 内部にて深刻な異常が発生していると断定し、アルファ2の帰還を決定した。6時17分、アルファ2へ帰還の指示を伝えるため、通信を行っていた最中、翌戦争が発生した。以下は、その通信内容と、アルファ2隊員によって撮影された映像の写しである。こちら HQ、アルファ2を通せよ。こちらアルファ2、聞こえている。評議会により帰還の指示が出された。速やかに帰還せよ。了解した。データを転送次第帰還する。アルファ2、データの転送は行わず、直ちに帰還しろ。なんだって、このデータを放棄しろということか？その通りだ。これは決定事項である。直ちにその場を離れ、帰還しろ。了解した。直ちに帰還。おい、一体何を騒いで。どうした、アルファ2、聞こえるか、応答せよ。神だ。アルファ2、何が起こっている、アルファ2、応答しろ。その後、財団の調査によって SCP-4994-1 が消失したことが確認されました。これを受け、SCP-4994 のオブジェクトクラスがニュートラライズドに変更されました。アルファ2も消息を絶ったため、全滅したものとみなされ、KIA として処理されました。SCP-4994-1 が消失した原因、及び映像に記録された人型実態について、当初は不明でしたが、その後の調査によって、SCP-4994-1 にて発生した事象が、古代バビロニアの文献に記述されている内容と正確に一致していることが確認されました。以下は、文献の抜粋です。その結果として、宇宙は崩壊した。彼らは異常の本質に気づくことができなかった。星の支配種による異常への認識は、それだけの影響を及ぼしたのだ。結果として神は天使を使わした。空が崩れ、星は地獄と化した。翌戦争が始まったのだ。今や我々の使命は伝えることである。
これにより、SCP-4994-1 で発生した事象の原因が、異常な存在に対する認識に起因するとの仮説が立てられています。これは、SCP に対する認識に関して、別の異常性が存在する可能性を示唆するものであり、現在、財団は調査チームを設立し、ARCRA の歴史や運営体制に関して調査を進めています。また、SCP-4994-1 が並行宇宙ではなく、過去の宇宙であった可能性が指摘されています。